まず画面上の動画をご覧ください何人かの人物が出てきますがあ、一文字だけ言葉を発していますそれは立ちつてとのたでしょうかそれともパピープペポのパでしょうかパパパパパパパおそらく個人差はありますが立ちつてとのたと聞こえた人が多かったんじゃないかと思いますですけれども実は この人物たちはみんな「他ではなくて今パ「パパピプエポの「パと言っていましたじゃあなんで今「他と聞こえた人はそう聞こえてしまったんでしょうかそれは一言で言うと人間は目で声を聞いているからだということになります実は今の動画は音声は「パなんですが映像は「パではなくて「か」と言っている時の口の動きでしたで脳はそういった2つの矛盾する情報を突きつけられて脳が何とか考え出した「解というものが パとカの中間的な性質を持つ音声であるカという近くだったんですでこの錯覚はあマガーク効果というふうに呼ばれますでもう一つ動画を見ていきましょう、えー、この動画の人物は喜んでいるでしょうかそれとも怒っているでしょうかそうなんですかどうでしょうかおそらく個人差はあると思いますけれども喜んでいると感じた人、えー、怒っていると感じた人それぞれいたと思います実は今の動画は 顔は喜んでいて声は怒っているような動画だったんですけれども欧米の人たちは顔色を読むつまり今の例でいうと喜んでいるという答えが多い傾向がありました対して日本の人たちは声色を読むつまり今の例で言えば怒っているという答えが多いそういう結果が得られましたつまり言い換えれば個人差はありますが文化によって脳の中の五感のバランスが違うということがこの実験結果から示されました このように、えー、五感視覚や聴覚などの五感の複雑な絡み合いのことを多感覚知覚と言います、えー、私たちのコミュニケーションはこの多感覚知覚の仕組みに支えられています私の専門はあ認知心理学です認知心理学では人間の心の働き特に見る聞く考えるといった知的な心の働きに対して実験という手法を武器にしてアプローチしていきます理系だけれども人間や心にも興味がある あるいは文系だけれども実験にも興味があるそんな人にぴったりの学問です興味を持った方はぜひ私たちと一緒に心理学の世界に足を踏み入れていきましょう